じゃあすいません、ちっちゃい声で喋るんで許してください。それで、どこまで、あ、これですね、マイクロカノニカルアンサンブルで、要は微子的状態の数を数えなさいということですよね。で、状態数は、状態密度とデルタ E の積でかけますよって、この状態密度っていうのが非常に重要な量になります。それでなぜ重要かというと、ボルツマンの関係式というのがあって、状態密度、まあ状態数で、ね、状態数のログを取りなさいと。ログを取って、まあ、KB っていうコンスタントをかけたものが、エントロピーになりますよってわけですね。で、エントロピーを、ここでは もちろんエネルギーの関数として出たんですけれども、ミクロカノニカルアンサンブルの時には、どの状態もエネルギーはだいたい E だから、この E というエネルギーは熱力学的な内部エネルギー U ですよということになるわけです。そうすると、内部エネルギーの関数としてのエネルギーが、オメガ E デルタ E のログで出ますというわけですね。だから、まあ状態数を数えればエントロピーが出るということになります。で、このデルタ E については、まあ最終的には不要になるんですけども、これ、後で実例で見たいと思います。で、今日はちょっと遅くなっちゃったけど例題をやりますね。例題として、まあその講義ノートに載せてますけれども、等順位系というものを、独立等順位系というものをやりたいと思います。まあ見慣れないと思うんですけど、これ後で重要になるんで、よく見といてください。で、固定されたって書いてるのはどういう意味かというと、粒子を考えます。 N 個の粒子を考えるんだけど、とりあえず動き回ることはまあ考えない。なんかこう各粒子はその場にとどまってるような感じなんだけど、各粒子のエネルギー順位ですね、量子力学的なエネルギー順位が、ありますよ。で、それはいろんなエネルギーを取れるんだけど、ここに書いた、例えば粒子1番のエネルギーっていうのは、まずグラウンドステートを0としましょう。その次の第一励起状態がエプシロン0、第二励起状態が2エプシロン0、第三励起が3エプシロン0というふうに、等間隔になっているようなモデルです。そういうモデルを考えます。で、これ、なんかおもちゃみたいなモデルですけど、後でこれにはちゃんと、実例があるということを見ます。で、間隔のことはエプシロン0と置いておきます。エプシロン0というのはもちろん、オーダー1のちっちゃい量です。で、これの、まあ、まず最初エネルギー一定の量状態を考えるんですけれども、全形のエネルギーが一定を考えるんですけど、各粒子はどれかのエネルギー順位にいます。例えば1番目はもしかするある瞬間に、ね、ある瞬間に1番目はエプシロン0にいるかもしれない、2番目は2エプシロン0にいるかもしれない、 N 番目はなんかずっと上にいるかもしれないっていうふうにエネルギーが、分布するわけです。ある瞬間にエネルギーはいろんな、各粒子はいろんなエネルギーを取る。で、一応そのエネルギーが変われるように、ここではエネルギーのやり取りはあるんだよということにしておきますけど、これそんなに効かないです。後で微子的状態全部数えるだけなんで、まあ、ここは言い訳みたいなもんです。さて、じゃあこのモデルのマイクロカノニカルアンサンブルを考えましょうというのが、ここからの問題になります。で、マイクロカノニカル、まず全形のエネルギーを固定しましょう。完全に固定しましょう。エプシロン0のなんとか倍だから M 倍にしておきますので、時のマイクロスコーピックな数を、状態の数を、
数えるということを考えます。ただしこの M というのは前傾のエネルギーなので、これはオーダーの N ね。N はもちろん非常に大きいというわけです。で、今のような問題で、マイクロスコピックステートの数を数えなさいっていうのは、組み合わせ論の話になります。エネルギーがエプシロンゼロの単位で、量子化されているので、エネルギーエプシロンゼロの、玉があるとしなさい。玉が M 個あります。これを、N 個の粒子に分配すればいいわけですね。そうすると一つの分配の仕方が一つの、全ての粒子にこう一つの、ごめんなさい、全ての粒子にエネルギー順位を与えたことになります。それが一つの微子的状態になりますから、全微子的状態の数っていうのはこのエネルギーエプシロンの玉 M 個を N 個に分配するやり方は何通りありますかっていう話になります。だから N 個に N 個の粒子か、分配する、一つの分配の仕方ですね。 M を N 個の粒子に一つ分配する仕方が一つの微子的状態で、そいつを、全て可能な分配の仕方を数えようというわけです。だ玉を分配していけばいいので、まずこう玉が M 個あるわけね。ごめん、だからこう玉が恣意的に間を空けましたけれども、全部で M 個の玉があります。でそいつを、玉を M 個ね、でそいつを、N 個に分配するので、仕切りを入れてきなさいっていう話です。だから例えば最初の一つ目には3つあげましょう、それから2つ目には2つあげましょう、それから3つ目には1つもあげないことにしましょう。でこれが点点点点とあって、どっか、例えば N 番目には1つだけ上げましょうみたいな、こういう組み合わせをしていけばいいわけですね。ですとこういう組み合わせの、総数を数えましょう。そうすると最後の違うかし、これを全部合わせると、M 個の玉と仕切り何個あるかっていうと N-1 個の仕切りがある。 N-1 個の仕切りがあるので、これが玉の数で、これが仕切り。そうすると、こういう仕切りの入れ方は何通りありますかっていう話です。だから M たす N-1 個の中から仕切りの入れ方を全部選びなさい。だからそいつが、N-1 個だから M たす N-1 から N-1 を選ぶやり方は何通りありますかという話になります。
簡単ですよね、これはね。というわけで、この問題は、M たす N 引く1個から、N 引く1個ですね。それを選ぶ選び方の総数と、これが微指摘状態の数ですよというわけです。で、N 引く1個を選ぶっていうのは、これは仕切りの入れ方ですよね。なります。そうすると、これ組み合わせの問題なので、皆さん得意かと思うんですが、M たす N 引く1個の中から N 引く1個を選びなさい。で、多分この記号にあんまり見慣れてないかもしれないです。多分ね、その高校ではね、これをね、M たす N 引く1コンビネーション N 引く1って書いたと思うんですね。二項係数ってやつなんですけども、C を使うのは、世界的に見ればスタンダードではなくて、括弧を使う方がスタンダードなので、括弧を使うやり方に慣れてください。意味は高校で習ったコンビネーション C っていうのと全く同じです。そうすると、これは皆さん知ってるわけで、M たす N 引く1の階乗の割ることの、N 引く1の階乗で N 引く1引き算すると、M の階乗。こうなんですよね。ここまでいいですかね。これが、微指摘状態の総数になります。それで、今 M も N もオーダー N っていう、まあ、アボガドロ数ぐらいのすごいでかい数じゃないですか。それに対して1とかついてるのおかしいですよね。1なんか無視できないとなんか変じゃないですか。アボガドロ数ぐらいの粒子を1個まで正確に数えなさいっていうことをしなきゃいけないとするとちょっとおかしいよね。だからこれ1なんか無視できるべきなんですよ。だからこれは本当はこれは M プラス N の階乗の N の階乗のこうでいいはずなんですけど、でも正確にはこれイコールじゃないですよね。イコールじゃないんで、これ比例ですよね。階乗のところを変えたんだから比例ですよね。で、この係数は、比例係数は何ぼかというと、どのぐらいかというと、まあ、両辺からオーダー N が出てくるので、これはオーダーの N の0乗なんですけど、もう何乗でもいいんです。だから、まあ、とにかくオーダーの、こういう時はオーダーの N の何とか乗なんです。今は0ですね。まあ、なんかこんなやつですよ。で、これは、こういう比例係数がついてるからイコールでも何でもないんだけど、後で結局ログを取るんですね。だから最後はログを取るからいい。最後はログを取るので良いっていう話をこれから延々とします。だからこれ何言ってるかっていうと、こういう話なんですよ。これから例えばログの N たす1の階乗みたいなのが出てくる。で、こいつは N たす1の階乗を N たす1かける N の階乗に分けてログ取ると、ログの N 階乗プラスログの N たす1になるじゃないですか。ところが、ログの N たす1っていうのは、これスターリングの公式使うと N ログ N
マイナス N ですよね。それに対して後ろの項はオーダーのログ N ですよ。だから全然ちっちゃいわけ。そうするとこの項は無視できる。つまり統計力学の範囲ではログの N たす1の階乗はログの N の階乗なんです。こういうのもみんなこうね、嫌なんだけど、であとそのうち慣れます、こういう近似っていうか、もうこれ非常に正確な話ですから、こういうのをやっていきます。さて、今考えているのは幅ですね。幅つけたいわけだ。幅でデルタ E というの、これはエプシロンゼロよりは十分大きくないと、エネルギーを連続に見られないから、エプシロンゼロよりは十分大きい。でこの中にある、微子的状態の数を数えます。でそうすると M っていうのはエネルギー、全エネルギーをエプシロンゼロで割ったものですね。だから、状態密度を勘定することにすると、状態数っていうのは、その範囲にある状態数っていうのは、大体どこの、その範囲にあるどのエネルギーでも、まあ大体このぐらいの、どの範囲でもまあ大体、間違えた、違う、これだ、大体このぐらいの状態数があるんだから、こいつに幅かけたやつが、状態数、全状態数でしょうという、大雑把なことを考えます。そうするとオメガ E デルタ E は、それで、この階乗を今、エネルギーにして連続値にしたいので、ガンマ関数で置き換えることにします。そうすると、これはガンマの、M たす N っていうのは、N はそのまま出てきて、M というのをひっくり返しましたけど、 M というのはこうね、こうね、それから、N の方はこのまま出てきて、 M の方はこうですよね。でこいつに、幅つけてあげなさい。幅つけてあげる、デルタ E の幅がありますから、その中に微子的状態じゃなかった、エネルギーのレベルいくつあるかって考えると、デルタ E の幅の中にこんだけありますよね。だから、状態数、デルタ E の幅にある状態数っていうのは大体こんなもん。でここで、階乗をガンマ関数にするときにまた1無視したりしたから、ここも比例なんですね。で係数は今オーダーの N の A 乗、実は今の場合1ですけど、オーダー1ですけど、まあまあこんな感じになる。だこれで、状態密度が出ました。いいですかね。でこれ本当かっていう話なんですけど、講義ノートの27ページに、練習問題、下の方に練習問題みたいなの出してあります。ちょっとこれ後でやってみてください。そのこの比例係数の話とかそういうところを確認するのに、ぜひ見てみてください。ここのなんていうのかな、比例とかね、そういうところの一体何をしているのかっていうのか、ちょっと今やる時間がないので、ぜひそうやってみて感覚をつかんでみてください。というわけです。
それで、状態密度が出て、状態数が出たのだから、エントロピー出せます。エントロピーは、エネルギーの関数としてのエントロピーは、KB ログのオメガ E のデルタ E ですね。そうすると、これにさっきのこれね、突っ込んであげればよくて、おっと、突っ込んであげればよくて、なんかイコールの位置がある KB のログのガンマの N プラスエプシロン分の E 割るところのガンマの N のガンマのエプシロンのエプシゼロのデルタ E のエプシロンゼロに、これにさっきの比例係数がついてくる。比例係数のログはオーダーのログ N のなんとか、まあ今の場合オーダー1ですけど、まあこんなもんですね。だから前の項に比べれば圧倒的に無視できるので、要はここまであればよろしい。だから比例係数の部分はもうどうでもよくなりますよ。でしかもですね、このデルタ E 割る E っていうのは、こいつもログ取ると、これもログ N、オーダーログ N だから、ここも本当は無視できるわけね。いいですかね、どんどん無視できてしまう。そうすると、無視せずに残ったところだけがエントロピーに効いてくるので、これスターリングの公式使えます。スターリングの公式を使って、まあ、S を KB 邪魔だから KB で割っておくと、3つガンマ関数出てきますから、3つのガンマ関数の、にスターリングの公式使えますよね。ところが、N ログ N マイナス N の後ろの N ってやつね、後ろの N ってやつは、分子にあるのが N プラスエプシロン0分の E でしょ、それから分母に来るのが N でしょ、それからエプシロン0分の E でしょ。だから N ログ引く N のうちの後ろの N っていうのは、この3項全部で消えてしまいます。だから、N ログ N の項しか残らないので、N プラスエプシロン0分の E ログの N プラスエプシロン0分の E が来て、マイナスのこの分母の項ね、まあ、マイナスのエプシロン0分の E のログの E のエプシロンで、これにデルタ E 分のなんとかっていうのがついてたんだけど、こいつがオーダーログ N だからいらなくなるんで、結局ここまであればよろしいということになります。でこれを整理するんですけど、これ見れば分かる通り、全体オーダー N ですね。だから N の項でくくることができて、それから、ログの中にオーダー N が入ってるじゃないかというわけですけど、N でくくってみてください。全部オーダー N 入ってるね。ここ N、ここも N、これもオーダー N でしょ。だから全部 N でくくってみると、ログ N の項が、うまいこと消えます。これぜひやってみてください。後で演技でやるんでやってみてください。そうすると結果は N の、N でくくりますよね。全体 N でくくって、1プラス N エプシロン0分の E という、でオーダー1の量ですね。ログの同じになって、それから
うなります。これはなんか変なノイズが入ってる、なかなか難しいね。全然わからない。あ、どう聞こえる？ノイズ入るけど大丈夫？小さなくなったね。ちっちゃくなったね。OK。まとめるとこんな格好になります。Nログ N の項が、全部きれいに打ち消して、こういう形に書けます。きれいな格好になりますよね。そうすると、ここはオーダー1ですよね。ここもオーダー1。ここもオーダー1だし、ここもオーダー1ですね。だからちゃんと、オーダー N になるわけです。オーダー N の量になりましたということになります。で、これがエントロピーなんで、あとは、内部エネルギーは E なので、これを内部エネルギーで書き換えると、エントロピーっていうのは N 倍の1プラス N エプシロン0の U のログの1プラス N エプシロン0分の U マイナスの N エプシロン0分の U ログの N エプシロン0分の U という格好になります。まあ綺麗な格好にまとまります。これいいでしょうか。まあ後で演技でもう一回これはまるっとやってもらいます。でこの格好を見て、こいつの、熱力学をちゃんと考えましょう。次のページ行った方がいいな。ここまで来ればつ考えることができて、温度が出せますよね。温度分の1は、今はまあ、ラウンドで書いても偏微分で書いても全微分で書いても同じですけど、まあこうですよね。他に止めるものないからこうなんですけど、こいつはこれをこいつを頑張って U で微分しなさいということです。これも後で、演技でやってもらうんで、ここではもう結果だけ書きますけれども、そうすると、KB のエプシロン0が来て、ログの1引く U 分の N エプシロン0になります。もう自分で後でやりましょうね。でこいつは、オーダー1ですよ。温度ですからね、オーダー1になるに決まってるわけです。でこのままだとあんまり気持ちが良くないので、もうちょっと分かりやすい格好にすると KBT っていう、これはエネルギーの次元を持った量です。KBT っていうふうに書き換えると、ごめん、ここプラスログの1プラスの U 分の N エプシロン0分のエプシロン0ということになります。で、これ見れば分かるんですけど、エネルギーが、大きくなっていくと、分母がちっちゃくなっていくので、温度は高くなっていくわけです。だから温度はエネルギーの単調増加関数です。エネルギーの単調増加関数、だということがわかります。で、これまだめんどくさいので、もっとわかりやすい内部エネルギー、これも
まあ、自分で後でやってちょうだい、これも書き直すと、今度内部エネルギーを温度と、まあ、流出の関数って書くと、N エプシロン0の E のベータエプシロン0マイナス1という格好になって、ベータと書いたのは KBT 分の1なんですけど、まあ、この、ここは簡単なんで、自分でやってもらいたいんですけど、U について解けばいいので、ここでやらないですけども、でこの KBT 分の1のことをベータと書くのは、統計力学ではお約束で、よく使うパラメーターで、これを逆温度と呼びます。ただ逆温度って言ってますけど、KB かかってるんで、次元としては、まあ、エネルギー分の1の次元を持っています。だから逆温度と言いつつ、まあ、エネルギー分の1です。で、これがなぜ大事かというと、U を書いたときに、ここに指数の型に乗ってくるわけですよね。こうですよね。ベータエプシロンゼロという組み合わせでしか出てこない。そこで、これは、なんていうのかな、温度と、それから、エプシロンゼロを比較して、高いとか低いとかいう話をしなさいということです。どういうことかというと、これからこれの高温とか低温とかを考えたいんですけども、高温とか低温とかいうためには何か比較する対象が必要なわけですね。でまずちょっと高温ってのを考えたいんですが、この式を眺めるとここにしか温度が入ってこないので、必ずベータエプシロンゼロという組み合わせでしか入ってこない。だから、温度は、ベータエプシロンゼロなので、ベータエプシロンゼロの組み合わせなので、この組み合わせでしか出てこないからね、結局これは KBT 分のエプシロンなんですけども、KBT と比較するべき対象はエプシロンゼロですよと。だから温度が高いっていうのはこういうことですよ。つまりエプシロンゼロっていうのがエネルギーの尺度になっていて、で KBT っていうのがシステムの持ってるなんかエネルギーのまあなんかの目安みたいな量になってるということですね。だから今高温とか言ってましたけど、その高い低い大きいちっちゃいって話をするときには何と比べてですかって言わないと、比べないとしょうがないですよね。その例えば1メートルは長いですかっていう質問はナンセンスじゃないですか。何に比べて長いですかっていうのは必要ですよね。で今の場合も温度は、何ケルビンは高いですか低いですかっていうのも、それはナンセンスな質問で、何に比べて長いですか高いですか低いですかって話をしなくちゃいけない。その比較対象が今の式だとエプシロンゼロっていうそのエネルギーレベル感覚ですよというのが分かります。そうすると、KBT がエネルギーの尺度になっているということですね。あ、ごめんなさい、エプシロンがエネルギーの尺度として、それに比べて KBT が十分大きい時を、高温と呼べばいいでしょうと。でこれは、ベータエプシロンゼロがすごく小さいということなんです。でこの時には、さっき出てきたこのエプシロン、エクスポネンシャルの項ね、エクスポネンシャルの項はテーラー展開してやればいいので、E のベータエプシロンゼロっていうのは1プラスベータエプシロンゼロじゃないですか。でこいつを、この上の
この式に突っ込んであげると、分母見れば、1が消えますよね。1が消えるので、ベータエプシロン0が、初項になって、でエプシロン0が消えるのでベータ分の n になるので、ということは、これ突っ込んであげると内部エネルギーは高温では n 倍の kbt ですよというのが出てきます。で、大事なことはここにはもうミクロなエネルギー尺度エプシロンゼロは現れないということがわかります。じゃあついでに低温も考えてみるんですけど、そうすると低温は逆極限ですよね。低温ということは、つまり KBT がエプシロンゼロってすごいミクロな尺度よりもちっちゃいっていう、これが、低温なんですけども、ごめんなさい、でこいつが大きい。でこういう時は、さっきのここですけど、この指数ですけどテーラー展開できないですよね。テーラー展開できないんだけど、こいつの逆数がすごく小さいということになります。この低温の時にはだから、エプシロンの E のマイナスベータエプシロンゼロっていうのを考えるとこれがすごく小さい。でこの組み合わせも崩せないということになります。そうするとこれ突っ込んであげると、ここが小さいんだから分母を展開してあげて、分母を上に上げてあげて、あ、ごめんなさい、これは大きいんだから、これは大きいんだから1が無視できて、結局これは U は N エプシロン0のエクスポネンシャルマイナスベータエプシロン0ということになります。そうすると、T を0に持っていくと、この式で見ると T を0に持っていくと、内部エネルギー0いきますね。内部、あ、ごめんなさい、内部エネルギーは0に行きますよね、今のでね、これ指数的に0に行きますよね。で、内部エネルギーが0に行くと、さっきの、どこだ、これだ、これ中突っ込んでみればすぐ分かりますけれども、内部エネルギーが0に行くと、実はエントロピーも、ゼロに行きます。これは、どういうことかっていうと、全てグラウンドステートに行ってしまうので、全ての粒子が規定状態に行くので、状態、微子的状態1個しかないんですね。微子的状態が1個しかないから、エントロピーは状態数のログだからゼロになると。でこれ何かっていうと、これは熱力学第三法則です。熱力学第三法則が、出てきますよということになります。いいでしょうか。大体のグラフを書くと雰囲気的にはですね、内部エネルギーを、温度について書くと、低温側で、指数的に大きくなっていって、高温側で温度に比例ですから、内部エネルギーは雰囲気的には指数で上がってリニアと。
なんかこんな格好になります。低いところが E のマイナスベータイエプシロン0で、ここのところが NKBT みたいな、こういう振る舞いになります。まあグラフは自分で書けばよろしいということです。いいでしょうか。さて、だから今の等順位系の問題についてはちゃんとエントロピーが出せて、そこから、内部エネルギーの関数としてエントロピーが出せて、で熱力学の関係を使って温度が出せて、そうすると内部エネルギーの温度依存性とか、もちろんエントロピーの温度依存性とかも出せるということになります。いいでしょうか。でじゃあその熱平衡状態っていうのはじゃあどんな状態ですかっていうのをちょっと考えてみましょう。そこでこれから考えたいのはありふれた状態、熱平衡状態にはそのたくさんの、まあ、マイクロカノニカルアンサンブルですから、あるエネルギーを持つ、エネルギー指定しますよね、あるエネルギーを持つその全ての微子的状態があるわけですね。じゃあそれはどんな、大体どんな状態ですか。で直感的に考えるとなんとなく全ての粒子が同じエネルギーを持っていそうな気がするんだけど、よく考えると全ての粒子が完全に同じエネルギーを持つ状態って1個しかないね、微子的状態ね。だから、全ての粒子が同じエネルギーを持つっていうのは実は全然ありふれた状態じゃないんですよ。だからもっとその各粒子のエネルギー、各粒子に分配されるエネルギーってもっとばらついてるものなんですね。でその典型的なばらつき方っていうのはどういうものですかっていうのを今から考えています。それが熱平衡状態の性質っていうことになります。でやりたいのは今 N 粒子考えた、 N 粒子の中の特定の1個、に着目します。特定の1個に着目して、これがエネルギー、もちろんエプシロン0の整数倍ですから M エプシロン0、確率を考えましょう。あるエネルギーを持つ確率を考えましょう。ただしこの M っていうのは1個の粒子のエネルギーだから、こいつはオーダー1じゃなくちゃダメですね。なんかね、オーダー N ではない、1個の粒子の持つエネルギーだから。そこで、トータルエネルギー、全系のエネルギーを M エプシロン0と書きます。でこれは全系のエネルギーだから、ラージ M はオーダー N です。だから、もちろん全粒子数 N、 あ、ごめんなさい、全粒子数 N は当然オーダー N なんだけど、ラージ M っていうのもオーダー N です。でこの条件下で特定の1個があるスモール M エプシロン0っていうエネルギーを持つ確率を考えましょうということです。そこでそうするためには特定の1個が、ごめん、問題にしている特定の1個が今考えているスモール M エプシロン0に固定された時の全系の微子的状態の数を数えています。数えてみましょう。
全体の微子的状態の数なんだけど、特定の1個だけはスモール m に固定されて、でこれはすぐ分かるように、どれか1個の仕切りの位置をもう、だから1番目でいいですよね、1番目の粒子でいいから仕切りの位置を m 番目の隣に固定しちゃうわけです。そうすると、m っていう数と仕切りの1個の場所が固定されてしまうので、動かせるのは n プラス m のうち m-1 個はもう動か、あ、ごめんなさい、 m プラス n プラス m-1 のうち m たす1個は動かせないので、これの中から、残りの仕切りの位置を決めなさいですから、 n-2、こいつを計算しなさいという話になります。で、これは状態の数。じゃあ、今求めたい確率は何かっていうと、全微子的状態の中でこういう状態を実現するのはどういう確率ですかっていう話ですから、これ全微子的状態でこれを割ればいい。なぜかというと、等重率の原理が成り立っているから、等重率より、どの状態も実現確率は同じですから、要はこの、今考えているような状態が実現する、平行状態で実現する確率っていうのは、全微子的状態の中でこういう状態がどんだけありますかということです。というわけで、それを P、 確率なんで P と書いてこう書くことにしますね。これは M プラス、あ、 N プラスか、さっき N プラス M 引く M 引く2の N 引く2っていうのが今の数で、それで、分母がですね、全状態数なので N たす M マイナス1の中から N 引く1を引けと、これ等重率があるからこれでよろしいと、これ全全てのマイクロスコピックステートの、これ計算しなさい。そうすると、まあ、例によって、1だの2だのを無視することにすると、これは、コンビネーションが、2つ出てくるので、N プラス M 引く M は残さなくちゃいけない、 M はオーダー1だけど残さなくちゃいけない、びっくりの、それから下から来るやつが N 階乗、M 階乗が来て、それから、上から来るやつが、N 階乗が来て、それから、下のやつから N プラス M の階乗が来て、上からもう一つ、あ、そうか、まあどの順でもいいや、M 引く M の階乗ですね。そうするとこれは例によって、比例です。比例係数は、オーダーのN の A 乗、この場合もオーダー1かな、まあなんかこんなやつですよ、こんなやつです。で、こういうのを計算すればよろしいと。それで、こいつを、ガンマ関数で書き換えることにすると、ここもまた、比例になって、ガンマで今のやつを全部ガンマで書き換えると、N プラス
SE 割るエプシロン0マイナス M ね、 M は残さない、スモール M は残さなくちゃいかなくて、それからN 階乗は上と下で消えてますよね。だからこれあとはこれ M 階乗があるから M 階乗はエネルギーはエプシロン0で割ったものでしょ。それから下に出てくるのはM 引くスモール M、先に N 足す M、 N 足す M ガンマの N 足すのエプシロン0分の E があって、それからガンマのエプシロン0分の E のマイナス M、でここもまあ同じです、比例係数がついてくる。さてここでスターリングの公式を使って確率のログを計算します。ログの P は、だいたい たくさんスターリングの公式さ使わなくちゃいけないんですけども、N プラスエプシロン0分の E マイナスエプシロンログの N プラスエプシロン0分の E マイナス M のプラスの、エプシロン0分の E ログのエプシロン0分の E が来てマイナスの N プラスのエプシロン0分の E ログの N プラスエプシロン0分の、もう一個分子があってエプシロン0分の E マイナス M ログのエプシロン0分の E マイナススモール M、 こうなりますよね。それでこれスターリングの公式使ったわけですけど、まずですね、係数オーダー N の項は消えちゃう、スモール M を0と置いてみると実は、分子と分母で全部消えてしまうので、係数が、オーダー N っていうのは全部消えてしまうので、係数としては基本的にはこいつが残ってくるわけです。こいつが残ってくる、でスモール M オーダー1の係数が残ってくるのでこれ残さざるを得ない。であと後ろにあるこのスモール M、 後ろにあるスモール M ね、これね、これどう考えるかなんですけど、ちょっと脇道にそれて、要はどういうものを見たいかというと、ごめん、ログの N プラス M みたいな、こういうのを計算したいわけですよね。こういうのを計算したい。で、これはログの N プラスログの1プラス N 分の M なんですね。すると、こいつはオーダー N 分の1じゃないですか。だから1プラス小さい量なので、ここのところは N 分の M になって、これはオーダー N 分の1。そうすると前の子がオーダーログ N だからここまででいいと。つまり、スモール N は結局これは無視できる。ということになります。で、そうするとさっきのやつに遡ると、この M とこの M は無視できてしまうので、そうするとここの項とここの項が同じになって、ここの項とここの項が同じになるので、整理できて、でスモール M の項しか残らないので、それを全部まとめて整理すると、
さっき考え今計算したログ P ですね。ログ P はだいたいスモール M に比例してログのエプシロン0分の E マイナスログの N プラスエプシロン0分の E ということになります。この M の項とこの M の項が残ったわけね。こういうことになります。いいでしょうか。これ整理すると、M でくくってエプシロン0分の何とかどっか綺麗になる。そうするとこうマイナスつけておいてログの1プラスエプシロン0分の N エプシロン、あごめん N エプシロン E 分の E 分の N エプシロン。ところがですね、ここの部分ってのはすでに出ていて、これはベータエプシロンゼロなんですよ。だからさっき出たやつね、さっき。だからこれはイコールマイナス M ベータエプシロンゼロということになります。ということは、これの指数取ればいいので、P の1個の特定の粒子がスモール M エプシロン0っていう、エネルギーを持つ確率は、まあこれ比例でエクスポネンシャルのマイナスベータ M エプシロン0ということになる。でここを比例になるのは、いろいろごちゃごちゃやったあげくログをもう一回指数の型に上げたからで、なんか前にかかってる、あ後ろに、オーダー N 分の1みたいないろんな項が本当はついてるやつを全部無視してるから、それをその指数に戻すときには全体の係数になりますから、なんか変な係、なんか変って言っちゃう係数がついて、だからまあこいつは絶対確率じゃなくて相対確率なんですけど、これどんな格好かというと、M に対して、まあ連続関数だと思うと、指数だから、こうなんですよね。こんな関数ですよね。で、ベータはパラメーターとしているので、ベータが大きいほど内側に来て、ベータがちっちゃいほどダラダラと。だから、だからベータが、ベータ小。こっちがベータ大。ベータ小ってことは温度が高いっていうことです。T が大。こっちは。T が小。温度が低いと、ちっちゃいエネルギーばっかりになって、温度が高いとどんどん大きいエネルギーが出てくるような。だけどいずれにしても、ちっちゃい、あごめんなさい、M のちっちゃいところがたくさんあって、大きいところがずるずる、がどん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 減っていくというような、分布をします。 M の取り方で、これが全ての粒子についてこういう確率で M を取るので、結局ありふれた状態というのは、熱平衡状態ですね、ありふれた状態ではエネルギーは各粒子に不均等に分配されている。で、小さなエネルギー持つ粒、小さなエネルギーの粒子が多い。
大きくて大きなエネルギーの粒子が少ないというような分配になっているということが分かります。だから、マイクロカノニカルアンサンブル等重率の原理が成り立っているときには、等重率の原理が成り立っているからこそ、各粒子へのエネルギーの分配は不均等になりますと。で、ここにベータが出てくる、逆温度が出てくるというのはポイントです。なんかエネルギー一定で考えてるはずなんだけど、逆温度がここへ登場してくる。温度がパラメーターとして、入ってくるように見える。だから、エネルギー与えるとなんか温度っていう量が出現するんですね。そういうことになっています。これは後で使います。時間が若干足りないんですが次いきます。次はこれ途中で終わっちゃうかもしれません。熱的に接触する2つの K の平衡を考えます。どういうことかというと、こういう四角を考えて間に仕切りが入ってると思ったときに、こっちがシステム1、こっちはシステム2で、システム1のエネルギーが E1、 システム2のエネルギーが E2、 そしてこの間にエネルギーのやり取りがある。なんかエネルギーが通過できるような壁、どうやってエネルギーをやり取りするかは今問わないことにして、エネルギーがやり取りできる2つの系があるとしましょう。で、全系はほぼ孤立、ということは全体のエネルギーはE1 プラス E2、 こういうことですね。で、この状態で全体が熱平衡にあるとしましょう。それは最もありふれたエネルギーの分配ですね。両方の K に最もありふれたエネルギーの分配は何ですかと。これを考えてみましょう。そこで、合成系2つの系の微子的状態の数を考えるんですが、まず E1 と E2 が完全に決まってる時、まず最初に E1 と E2 がフィックスの時、合成系の全系のね、合成系の微子的状態の数、数は、完全にフィックスなんだから、システム1が何通り取れますか、かけるシステム2が何通り取れますか、これただの積でいいわけ。だから、1番目の状態密度をオメガ1と書くことにして、
こいつは E1 の関数ですね。それから、E2 の関数、あ、ごめん。で、これに、デルタかけるけ。こうなってますね。ここが E1 で、ここが E2。これはフィックスされたわけ。で、次に、E1、E2 は、今の場合、やりたいことは条件は E イコール E1 プラス E2 がフィックス、前傾がエネルギーって、だから今度は E1、E2 はそれぞれ変化できる。じゃあその時の前傾の微子的状態数を考えてみましょう。前傾の微子的状態数をオメガ E のデルタ E と書きましょう。これどうすればいいかというと、今の状態で、エネルギーを E1 と E2 をフィックスフィックスした時の状態数は分かりました。で、今は全体だけがフィックスなので E1 と E2 は自由に変わりうる。だからこいつを可能な全ての E1、E2 について足しなさいと。それが全傾の状態数ですよ。で、足すんだけど今の場合エネルギー連続でオメガエネルギーの連続関数になってるから足す代わりに積分にすればいいでしょう。つまり前傾の状態っていうのは、まあ、E1 は0から E まで可能ですよ。それから E2 はやっぱり0から E まで可能ですよ。で、オメガ1の E1、 これ前傾の微子的状態。ただしこれだとトータルのエネルギーが、一定になってないので、これにトータルエネルギーを一定にするためにデルタファンクションをかけたんです。で、あとこいつに前傾の幅つけたけ、このやつです。で、そうすると、デルタファンクションを処理することができるので、積分が1個減らせてすぐ分かるようにデルタ E は外へ出しておいて、どっちかの積分だけ残すわけです。E1 の積分残しましょう。E1 残すと、オメガ1。で、オメガ2の方はデルタファンクション処理したので、こうなる。さて、ここで、ボルツマンの関係式を使います。を使うと、ボルツマンの関係式を逆に使います。逆に使います。オメガ1 E1 というのはエクスポネンシャルの肩にエントロピーを乗せたものですね。ボルツマンの関係式の逆ですね。ただし、ここは比例係数がよくわからないので、なんか比例するなんかデルタみたいなのがついてたんだから、まあ適当に比例でいいです。ここは比例、こいつに比例しますよ。そうするとこいつを使ってこれを書き換えると、上の式を書き換えると比例にしておいてデルタ E は残って、 D1 についての積分なんですけど、積分の非積分関数は S1 E1 足す、こっちも指数の型に上げてしまって
あ、ごめん。ごめん、ここ E1。で、あ、なんか、こいつを KB で割れと。こういうものになってるはずね。で、指数の方は、これはエントロピーなので、オーダー N。そうすると、指数の方にオーダー N の量が上がっているときには、マクシマムが主要、これが最大になるところが主要項です。だから最大になるところを探しなさいっていう問題になります。指数の方にオーダー N が上がってますから、積分に効いてくるのは指数の方が最大になるところだけですよね。だからこれエントロピー2つあるんで、こいつを最大にしなさいということで、マックスを取ると簡単で、変数今 E1 ですから、 E1 で S1E1 プラスS1E-E1 を微分して0、これが最大の条件ということは、これが成り立つためには、DS1DE1 マイナスの、マイナスのという意味は、ごめん、ここ S2 ですね。 S2 を E1 で微分するっていうことは、S2、マイナスがついてます。マイナスがついてるので、E1 で微分するってことはE2 で微分して符号を逆にしなさいということなので、ここのところが、ここ E2 にしておいて、その代わり符号をつけとけばいい。こいつが0。ところが、これは何かというと、システム1の温度ですね。温度の逆数ですね。こっちはシステム2の温度の逆数。そうすると、ここから何が出てくるかというと、T1 イコール T2 が出てくる。つまり温度が等しい。これはさ、この式熱力学でやったっしょ、多分。熱力学でその2つの系が、接触しているときに温度が等しくなるのを示すのに、これと同じ式やったはずなんですね。で、これが今の統計力学の場合は、実は指数の方に乗ってますよっていうのだけが違いなんですね。で、主要項は指数の方が最大のところですよっていうのを使っているというのが、統計熱力学との違いなんですけど、やってることは、指数の方で熱力学やった。またノイジーになって、なんだろうね、このがあります。さて、そうすると、この時、ちょっと待って、聞こえないね、これだ。なんでこんなの。どこからノイズが来るんだろう。またいずれ収まるのかな。あ、いずれ収まるね。はい、この時全形のエントロピーを考えてみます。全体のエントロピー S の E というのを考えると、こいつは
KB ログのオメガ E のデルタ E ですね。それは KB ログのこれですよね。これが全形の円、状態数だったんですけど、それを計算したらこうなりましたと。で最大項のところが主要項ですから、この積分が、ここの最大項で置き換えて、あとそれかける、ガウス積分みたいな格好、なんか積分になるわけですね。そうすると、それのログを取ると、積分の項はなんか、オーダーログ N を与えるだけなので、結局、積分から外へ引き出してきて、あ、それか、KB ログの中は、エクスポネンシャルの SE スター、何か、最大になるエネルギーのことを E スターと書いておくと、あ、おっと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 、これになんかこう積分がついたやつね、なんか。なんか積分がついたやつ。なんか積分がついたやつは、今までやったので分かる通り、ここからは、オーダー N しか出てこないので、今まで何度もやった通りです。ここからはオーダー N しか出てこないので、そうするとログ取ると、KB、KB 降りてきて割り算するので、S1 の E1 スタープラス S2 の E2 スタープラスオーダーのログ N なので、ここまであればよろしいと。ただし、E1 スター、E2 スターと書いたものは、S1 プラス S2 がマックスになる、最大になる E1 と E2 の値ですよということになります。そのまたオーダーログ N の項を無視してしまえば、もちろん無視できるわけですから無視すると、結局合成系のエントロピーは、各系のエントロピーの和ですよというのが出てくる。注意してほしいんですけど、これは、まずとにかく、なんていうのかな、一番最初に作ったこの、各系のエネルギーをフィックスした時の微子的状態の数のログではないんですよ。あくまでも、エネルギーは2つの系それぞれのエネルギーはいくらでも変わりうるよという条件で、ただし全系のエネルギーは一定ですよと条件で、積分をした、だからあらゆる微子的状態に可能な微子か2つのね、2つのあらゆるエネルギーの分配について全部、足し算をして、ただその足し算が指数の方がすごく大きくなりますよっていうことによを使って、主要項で置き換えた結果、全体のエントロピーは量系のエントロピーの和ですよっていうのが出てきたということです。だから最初にちゃんと積分した結果なんですよ。これ積分してないように見えるけれども、これは積分をした結果だということです。
で、それから、ここのボルツマの関係式ね、ボルツマの関係式を逆に使うと、なんか比例係数があるんで、ここを比例になるということだけちょっと、注意しておきます。ここちょっとイコールと置くとなんかへんちょこりんなことになります。というわけです、ちょっと1分ぐらい早いんですけど、あとこれで、やることなくなったんで、今日は、マイクロカノニカルアンサンブルで、等順位系の例でとにかく計算をしてみた。これは後で、演技でやってもらい、もう一回やってもらうんで自分でやってください。それから一つの粒子に着目した時の、エネルギーの実現確率を見ると、典型的な状態では各粒子にエネルギーは不均等に分配されてるんだよっていうことが分かる。不均等に分配されるのは大事です。それから、合成系 のエントロピー、合成系は、エネルギーじゃなかった、ごめん、2つの系をくっつけると温度が等しいのが平衡状態ですよっていうのを、統計力学の観点から出しましたということです。じゃあ今日はこれで以上です、あとは演技にしましょう。